テサウルスパラティヌスに記録された、オイゲンの母姫文の写しをハネスフランツオイゲンフォン、ザボイエンは、神聖ローマ皇帝軍の将軍、ソワソンハク。皇帝軍の元帥オイゲンフォンザボイエンの、イマ孫。最終階級は、陸軍少将に相当するジェネラルフェルドロアメイスター。ソワソンハク、エマヌエル・トーマス・フォンザボイエンと、リヒテンシュタイン公、ヨハン・アダム・アンドレアスの娘。 マリア・テレジアの間の唯一の子として生まれた。1729年父が死ぬと、ソワソン白衣を継承。1733年ポーランド継承戦争が始まると、大王子・オイ元公使の指揮下で、ライン方面軍に参加した。父より引き継いだ、強硬機兵連隊、若きサボイア公使連隊としての従軍であった。1734年4月3日、 陸軍少将に承認し、金曜猛騎士団及びセイアルンツヤータ騎士団の騎士に助せられた。オイゲンは従軍中に激しい高熱に侵され、1734年11月24日の早朝3時20分頃に駐屯先のマンハイムで池を引き取った。20歳の若さだった。戦友たちは彼の遺体を同市内の聖ゼバスティアン教会内の墓所の一つに葬った。 その墓の位置は現在では不明となっているが、その墓の形状や、母碑の名文の内容は、郷土司会を反フランツ・カペリー日本ィンケンブルクの著作、テサウルス・パラティヌスによって、現在に伝わっている。死の2週間前の1734年11月10日、マッサ・カンラーラ女皇、マリーア・テレーザ・チーボ・マラスピーナとの代理結婚式が、マッサにて挙行されたが、 オイゲンがニーズ間に合うことなく休止したため無効となった。マリーア・テレーザは1741年にエルコレ3世、デステと結婚した。ズデン・カンプ・ハンド・ランゲン・ AM ライン、デジタル・スカン・デブカス・フェルド・ズージュ・デ・プリンゼン・オイゲン・フォン、サボイア・ニム・ポルニシャン・スローン・ホゲ・クリック・ハット、グラビン・シュリフト、ヨハネス・フランツ・オイゲン・フォン・サボイア・アオス・デム・シソーラス、パリティネス。ありがとうございます。